2016年6月19日以前の局舎、オリオマロー町郵便局は、福岡県北九州市八幡西区にある郵便局である。民営化前の分類では、無周配特定郵便局であった。住所、郵便番号807-0826福岡県北九州市八幡西区。 丸尾町1-12002年11月まで JR 織尾駅北東側の北九州市八幡西区、丸尾オ町1-1には周廃普通郵便局の織尾郵便局が設置されていた。八幡西区内の郵便物周廃体制の再編のため同年11月5日付で同局が八幡西区八重四の三に局舎を拡張新築して移転し、八幡南郵便局となるのに伴い、 旧局者所在地周辺の利便性を維持する観点から、同日付で、オリオ局の旧局者を活用し、無周廃特定郵便局として当局が開設されることとなったもの。その後、オリオ地区総合整備事業の実施に伴い、局者は敷地が都市計画道路用地にかかるため解体することとなり、近隣の八幡西区、丸尾町1-7にプレハブ構造の仮局者を設置し、 2016年6月20日付で移転した。ただしこのプレハブ仮局者も都市計画道路上にあるため道路整備の支障になっており、都市計画に基づく高級的新局者を道路整備と合わせて、旧局者跡の一部である土地に建て、2017年11月13日に移転した。窓口専門局のため従前の旧折尾局に比べて規模は小さくなった。 局番号及び局所コードは、福岡県受派郡受派町にあった、清サム郵便局の番号を復帰させて使用している。集配業務は行わず、窓口業務のみ行う。ありがとうございます。